スズラン、スズランは、1999年、平成11年4月5日から10月2日まで、放送された、NHK 連続テレビ小説の60作目。大正時代末期に、北海道ルモイ地方の駅に捨てられ、駅長に育てられたヒロインの母親探しと初恋を、軸に、炭鉱で発展した町と、鉄道、ルモイ本線の栄枯盛水を、 ヒロインの一生を通じて描いた作品である。また、個人生活、シングルマザー、待機児童、お受験など子育て、教育に関しても合間を縫って、スポットを当てている。連続テレビ小説のヒロイン役で、新人ではなく、子役時代から、テレビドラマの演技実績がある女優が起用されたのは1990年代の作品では異例であった。 放送された1999年前半は、同じ映画、鉄道院、ポッポ屋が公開されるなど、北海道を舞台とした、鉄道院の生き様を描く作品の当たり年であり、放送終了後に、映画版が制作された。ドラマ版の制作記者発表は、鉄道にちなんだ、作品として、1998年10月14日、鉄道の日に、交通博物館で行われた。 ルモイ本線の海老島駅、北海道ウリ郡沼田町前に、数々のオープンセットが建設され、栃木県の猛火鉄道から国鉄市12系蒸気、機関車を借り、海老島駅での発着や日本海を背景とした空撮シーンを、大々的に撮影が行われた。蒸気機関車は、方向転換のため、ルモイ駅まで改装となり、ルモイ本線の大半を走行しており、 JR 北海道が胴体保存していた国鉄 C11 形状機器関車復活と SL スズランゴ運回かしのきっかけとなった。JR 北海道では番組のスチルを使用した記念オレンジカードの発売が行われ、JR 東日本では寝台特急カシオペアの上野駅での出発式に登壇した橋爪イが児童役の衣装で出発合図を押すなど、 数少ない鉄道と実写作品の大々的なコラボレーションが実施された。また観光で栄えた駅や明日、萌え温泉など、ロケ地の沼田町の史実が本編にフィードバックされ、萌えの丘や、明日、萌えの里、明日、萌え駅周辺の整備など、道町の観光に多大な影響を残した。町営ホロシン温泉ホタル館、現地の宿では、本作のポスターや写真などの展示が残されている。 ひまわり以降実施されていたサブタイトル導入や週末の自習予告が今作では実施されなかった。また放送中期にはエンディングテーマが挿入化扱いで大アップされていた後のテルテ家族なども採用。晩年の主人公がルーツとなった地に降り立ち激動の編成を解雇するという物語の構成はおしんと類似している。最終では連続テレビ小説では 少数の主人公の死と、プロローグとして、本放送時の現代で子孫が活躍する次世代編が描かれ、死没した、設定のメインキャストが別の役で出演したり、本放送時に一世を風靡したタレントがゲスト出演していた。なお、本作以降の連続テレビ小説は、終戦後の現代劇が続いたため、太平洋戦争のエピソードは、順調キラリまで扱われなくなった。 1983年、昭和58年冬、年老いた女性と幼い孫娘の二人がタクシーで北海道のある廃駅に降り立ち、自分の生涯を孫娘に語りかけるように幼少期から改装することで物語が始まる。1923年、大正12年、北海道留萌地方にある財閥系の三岩炭鉱で栄える町康、萌え。 足もいい。人々の往来で賑わう、あすもえ駅の待合室の片隅に、生まれて間もない赤ん坊と木彫りの人形、手紙が入ったカゴを、母親と、おぼしき女性が周囲が気づかぬうちに置き去りにして、逃げてしまう。置き手紙を見た駅長である、時は二郎はその子を、防災の生まれ変わりと信じ、もいと名付けて育てることを決意する。二郎や、 ケ子の愛情を注がれて10歳に成長した萌は、自分と、二郎やボ母ボは、血縁関係がなく、義秋子、アキコの婚姻に支障が出るなど迷惑がかかると察し、自らの意志で、孤児院、幸福学園へ入園するが、満足な食事が与えられずに労働を強いる環境と、友人沢が、医者に診てもらえずに病死するといった悲劇から、死に物狂いで二郎のもとへ詫びつつ帰ってきた。その後、 三岸財閥の社長である、立花の竜像の見かけの子、二宮祐介と出会い、萌は今まで以上に、次郎や明日、萌の人々の温かい愛情を受けながら、成長していく。1941年、昭和16年、幼馴染みの竹次郎、篠と共に、高等小学校を卒業し平穏に暮らしていた18歳の、萌は三岸炭鉱の明日、 萌え所長となって帰ってきた雄介と再会。二人は婚約を決意するが、立花の町に対する圧力に屈し、萌えは竹次郎と結婚すると、偽り雄介に別れを告げた。母親の手がかりを探すために明日萌えを立つ汽車に乗り、生まれて初めて故郷を離れる。漫画版はここで終了。上野駅に降り立った萌えは、次郎に手渡されたメモに、 下宿先が書かれていたものの土地勘がなく、人に尋ねている合間に生活費をすりにいとほうにくれる。その晩、猫また食堂で手持ちわずかな全財産で食事をするが、店主で、お上の年の計らいから住み込みで働くようになる。太平洋戦争が影を落とす中、ここで永年の友人となる民子らと知り合い、駅舎などの設計建築に携わっている。 鉄道将棋士の日高正則と結婚するに至る。やがて、光太郎を設けたが、正則は、用務先の満州で戦乱に巻き込まれ、帰らぬ人となった。1945年3月10日の、東京大空襲で、猫又食堂が全焼。萌は光太郎を連れて明日萌へ疎開し、竹次郎など若い男子が出征したことで、人手不足となっていた明日。 萌駅や中村旅館を手伝う。終戦直前に、ルモへ出張していた次郎が、北海道空襲に巻き込まれ、入院先の病室で萌は、次郎と、玉音放送を聞く。終戦後、台東区の芸者置きや鶴の屋で働く篠から萌の母親と会った人がいると、高太郎と共に呼び寄せられ、まかないとして、住み込みで働き始める。 父を像を押し、相場市へ変貌した祐介と再会し、竹次郎や民子の北海道での調査と祐介の10階から、立花と萌えの母親に何かしらの接点があることまで判明する。父との指定戦に負けしついに落ちたところで祐介と萌えは、再び婚約するが、萌えが明日萌えに報告しに帰省した矢先。祐介は、逆恨みの傍観に視察され、帰らぬ人となる。 勇介の遺骨を持って明日モエに帰ったモエは幸福学園の山岡と再会。山岡に対する憎しみを解き、和解したモエは教師として働き始めた。昭和27年、立花は余命わずかとなったモエの母親、河本復帰に合わせるためかくまっていた鎌倉の別荘へモエを呼び、念願の再会を果たす。復帰と一緒に明日モえに向かい、長い汽車の旅の中で、 それぞれの追い立ちを語り合う。萌の実の父親は、かつて橘が手掛けていた、別の炭鉱の甲府で、復帰と駆け落ちした後に落盤事故を起こした濡れぎぬを、着せられ辞し。その恨みから復帰は、橘の足を刺して逃げ去ってしまう。その頃、妊娠していることに復帰は気づいたという。ようやくわだかまり溶けるもつかの間、復帰は、出身地でもある青森で力尽きてしまう。 昭和35年12月、石炭の衰退に伴う鉱山の閉鎖により路線は存続するものの、明日、萌え駅は廃止となることが決まる。主催者の町は、歴代駅長に廃止のことや、式典の正体を伝えずにおり、退職後は、富山の道をの家で隠居していた次郎が事実を知ったのは前日であったことから、萌えや中村家は、式典出席をボイコットする。次郎は、 道をのすすめで、富山から、航空機で、札幌へ向かい、最終列車で、明日萌えに降り立ち、駅の最後を見送ることができた。そして、明かりが消えた駅舎に迎えみなで、ありがとうと感謝の気持ちと思いぶつける。集った人々は、萌えや横田を除いてやがて明日、萌えの町を離れたり、次郎浦はほどなくして、展示を、全うした。1982年、昭和57年。 萌は年初に幸福学園を閉じ、幸太郎が勤める建設会社の東京にある社宅に身を寄せ、幸太郎夫婦と孫娘の遥との一家団らんの暮らしを始める。民子が萌の自助伝作りのためインタビューをしつつ、引きこもりがちで退屈な日々を過ごしていた。偶然立ち寄った弁当やお袋亭で子供をおぶったまま働くシングルマザーを見かねたとから、保育園を探すようにとさとして、 萌はその代わりに働き出し、アパートに部屋を借りて、一人暮らしを始める。旭川で、駅弁屋の事業が成功し東京の老人ホームで、隠居生活をしていた竹次郎と伊藤申し、次々と開発した弁当のおかげで、お袋亭は、商売繁盛となったが、保育園はどこも入所待ちで簡単には入れてくれないという。 幸福学園での教え子で医師となった対策が務める大学病院で健康診断を受けた折、立花が同じ病院に入院していることをダミ子から聞き、意識がなく余命わずかな立花に対面し、30年前に母親と再会できて感謝している旨を伝えた。その後、立花の遺言に基づいて30億円相当の現金預金、 三番障子株式を萌えに相続させる旨を弁護士が伝えに来た。受け取る理由はないと一旦は、誇示したが、民子に夢の実現のためにと悟され、萌えは働いている親が安心して、子供が預けられる保育園を作りたいと決意し、相続。騒音を危惧し、保育園開設に反対する。 近隣マンションの住民グループが現れるも、萌えは理解が得られるまで時間をかけることを信念とした。しかし孝太郎は賄賂で収束を収めようとしたことから反対住民との関係が悪化してしまう。どうして急ぐのかと萌えの問いに、孝太郎は時間がないんだと泣きながら言う。先頃、大作から孝太郎へ、萌えは末期癌で余命1年程度しかないと宣告を受けたのであったが、 萌えは癌を理由にせず、自分の追い立ちを話すことで住民の理解を得て、1983年、昭和58年、スズラン保育園は竣工した。その後、竹次郎、幸太郎、遥か、関係が修復したユミ子が揃った、クリスマスパーティーを過ごし、皆で、明日萌えを目指して、深川の旅館に着くが、病魔に侵された萌えは体調を崩して寝込んでしまう。翌朝、 はるかだけを連れて、タクシーで、明日、萌え駅へと向かう。第一話の回想した、萌えの場面に戻る、自分が生まれ育った待合室の古ぼけた椅子の隅に、はるかを連れて座り、飾られたままとなっている50年近く前の自分が、映った写真を眺め、昔を振り返りながら、二郎の姿と入選する記者の幻を見る。孝太郎らが後追いできた時には、萌えは59年の生涯を閉じて、 永遠の眠りについていた。幼少の遥かはそれを理解できずにいた。総集編とノベライズはここで終了。1999年、平成11年夏、すでに路線が廃止される死者が通過しなくなった明日、萌え駅舎は、喫茶店アス萌駅に改装され、オートマが流れる中、若かりし、頃の萌えとうり二つの遥かが横田と孫の達郎を、相手に店を切り盛りしていた。 失恋で、ただなんとなく明日萌えに逃避してきた遥かが明日、萌え駅の解体を止めさせ、100歳になる横田が資材を、投じて、自身が撮影した写真を展示する、喫茶店に改装させたのであったあ。明日萌え町職員である達郎は、炭鉱がなくなり、人口減少が進む町に人を呼び込むにはどうすれば、良いか悩むが、それぞれの七が記した、神秘の泉と、 温泉を探し求めに竹次郎の孫、中村健太、岩波の総尊、安倍和夫が、相次いで、明日、萌え駅に訪ねてくる。和夫は、明日、萌え温泉リゾートを開発し、遥かをイメージキャラクターにする、青写真を描く。しかし、町の調査で温泉が、全く流出しない地域であることが判明し、町おこしは振り出しに戻ってしまう。やがて民子が店に訪れ、 最後の仕事として書き上げた、萌えの一大器、萌えの売れ行きが好調であると、放され、少しずつ来訪者が増えていく。遥、るか、ケンタ、達郎の三人は、明日、萌え駅が、先祖や自分たちの拠りどころであることを認識し、再び鉄道を通す野望を抱く。その時、プラットホームから、奇跡の音と共に遠くから光を放つ汽車が現れた。本作は、 他の連続テレビ小説作品と同じく NHK 出版よりドラマノベライズ版が上、中、下の3巻で発売されたほか、天、うらら、やんちゃくれに次いでコミカライズ版が本放送期間中に NHK 版コミックスとして2巻発売された作画、いがらしゆみこ。物語前半部分の未採イ翌2000年には、 平成期に放送された連続テレビ小説としては、現在唯一の劇場版も制作、公開され、ドラマ本放送開始から映画版公開終了までの、およそ14ヶ月近くにわたり、NHK による本作のメディアミックスが展開された。NHK によるものではないが、ドラマ、映画版の影響から JR 北海道で、SL スズラン号が1998年から2005年までの、 長期に及んで運行された、明日、萌え駅参照。スズラン少女、萌えの物語の題名で2000年6月17日に公開。ドラマ本編で、次郎が、萌えは母親20歳の時に会っていると解雇していた、部分を膨らませた、サイドストーリーとなっている。ドラマでは、次郎の出張先などでしか登場しない、ルモイ氏や、ロケ地の日、 沼田町に実在する夜アンドン祭りを新たな舞台としている。テレビドラマが終了した2000年1月から4月にかけて SL 鈴蘭号として運転開始後の C11 形状機機関車を用いてルモイボンや沼田町、海老島駅、ルモイ市で撮影された。連続テレビ小説の映画化は1973年の愛より青く以来27年ぶり。 テレビ版のチーフ演出だった、真ゆず太郎が監督を務めた。音楽が、服部隆行から岩代太郎に交代したほか、鈴木沢、かにえいっぺえ、かまちひろが、テレビ版とは別の役で出演。テレビ版では、倍賞光つが演じた、萌えの実母、吹き役は、黒木ひとみに変更されており、中心人物と舞台以外は、 ドラマ版とは関係性が薄いものとなっている。制作プロダクションは NHK エンタープライズ21、配給は小畜。キャッチコピーはお父さん、萌えはお母さんに会えますか。興業収入は2.1億円。1934年、昭和9年、11歳になった萌えは記者に惹かれそうになったところを中村旅館に泊まっている青年、勝又秀次に助けられる。 しかし、勝又は特攻に付け狙われている、共産主義者で、過酷な漁業に従事させる代わりにどんなお尋ね者でも、受け入れる番屋に身を潜めることとなる。同行した萌えは、一年前に会う約束をしながらついに、姿を見せなかった生き別れの母、復帰の情報を耳にするが、ルモイ本線の海老島駅、北海道雨流郡沼田町前に、明日、萌え駅や中村旅館をはじめ、 大正時代末期の北海道の街並みを再現する数々のオープンセットが建築された。ドラマの明日、萌駅は当初無機質な鉄道車用、車掌車を利用した海老島駅舎を覆う形のオープンセットで設営された。ドラマの撮影が終了した1998年夏に沼田町によって既存の海老島駅舎の隣接に明日、萌駅、昭和初期の設定が建設され、 駅向かいの旧旅館を撮影時に用いた中村旅館へ改修。この二つの施設を、明日、萌の里として、沼田町が管理している。積雪がある10月末から4月下旬以外のシーズン期間の昼間は、それぞれ中に立ち入り見学することが可能である。1998年夏から当初3年間の予定で設置されるつもりだったが、SL スズラン号がエビ島、明日、 萌え駅に現実に停車することで観光スポット化したため、明日、萌え駅と中村旅館は沼田町管理の施設として存続し、クランクインから19年を経過した2017年も公開がやれている。2012年から2016年の夏季は、中村旅館を地域おこし協力隊が農民カフェ北海道店として飲食店営業を行っていた。なお、 この海老島駅からは実際にルモイ鉄道が分岐していたが1960年代に廃止されている作品上はターミナル駅として描かれていない。1986年までは現在の明日、萌エ駅舎のところに旧駅舎が存在していた。旧駅舎のコンクリート土台をそのまま再利用して明日、萌エ駅舎は建てられた。ルモイ鉄道で使われた。 クラウス15号蒸気機,機関車がホロシン温泉向かいに保存されており、架空のホロシン駅名表には隣駅に足もい、用和と記載がある。足もいは北海道のアイヌ語由来地名に似せて創作された架空の地名である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。